わー、ラーメン美味しそう。てなわけで僕たちも工作でラーメン屋さんを開いちゃおう。サンサンがいっぱい。僕たちの探し絵本が出たよ。下の概要欄からゲット。ラーメン屋さんでしょ。麺を茹でるから。じゃあキッチンを作ってみよう。ちょうどいいティッシュ箱をドン。画用紙まきまき。コンロもペタペタペッタン。紙コップでお鍋とフライパンも作っちゃって。いいね。僕も紙コップと箸で湯切りを作ってみたよ。いいねいいね。こんな感じっしょ。今すぐ開店準備やで。お客さん来ないかな。おーい、そこのチミ。何？ラーメン食べない？じゃあ醤油ラーメンくださいな。腕が鳴るね。麺茹でます。踊りながら茹で上がるのを待って。はい、湯切り。ちゃちゃちゃのちゃっと丼にイン。スープはクリアファイルを丸く切って色を塗って真ん中をくり抜く。スープオッケー。盛り付けもして。へい、お待ち。ありがとう。で、地面に置いてるじゃん。どうしたの？テーブルはないの？そんなのないよ。食べにくいし腕も疲れる。もう帰る。このお店じゃ全然ラーメン楽しめないや。そんな。何が悪かったのかな。いらっしゃいませ。プリルのクレープ屋さんだよ。いらっしゃいませ。どうぞ。おいしい。これだ。あのお店より素敵なラーメン屋さんを作っちゃおう。人気なラーメン屋さんにするんだ。ティッシュ箱をポン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 。画用紙で巻き巻き。箱を2つずつ合体。ここにテープをペタッ。そしたら合体させた箱を今度は縦に重ねてみよう。テープはここだけペタッと。牛乳パックを出します。画用紙で巻き巻き。両側にポンポンポン。これはお店のどの部分になるかな。お次は画用紙で幅はこのくらい、長さはこれくらい。こうやって半分に折り曲げよう。そしたら表になるところに縦線をいくつか書いて文字も書いちゃおう。画用紙の片側にテープをつけてペタペタ。反対も同じように作ってみよう。そうしたらこうやって合体。画用紙が下がりそうな時は箸やストローでこうやって支えを作ってみよう。はい、これはのれんです。細かいところも飾りつけてペタ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 。キッチンも大きい。これで屋台もできたぞ。お腹すいたな。あ、お客様、ラーメンはいかがですか？え、ここってあの時の？なんということでしょう。あのキッチンしかなかったお店がなんと人気のありそうな豪華なラーメン屋になっているではありませんか。でもまだ中は少し狭いかな。待ってました、くもりん。はい、喜んで。はい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 。すごい。おっと、注文しなきゃ。醤油ラーメン
ございますね。丁寧な接客。はい、麺茹でます。いいよ、茹だってるよ。さんさん、スープ。はい、スープ準備できました。はい、じゃあ名物いくよ。名物？空中湯切り。どんぶりキャッチ。お見事、ファンタスティック。ラーメンの具も乗せ乗せ。お待たせしました、醤油ラーメンです。これだよこれ。このゆったりして食べれるラーメンが最高に美味しいんだよ。ありがとうございます。人気ラーメン屋さんとして認めましょう。本当ですか？あら、ここが最近人気のラーメン屋さんね。もう広まってる。私も醤油ラーメンちょうだいな。はい、お待たせしました。お姉さん綺麗だからこのラーメンもおまけしちゃう。え？くもりん特製カラフルバナナスペシャルラーメン。そうだ、そんなもの。くもりん、麺を茹でて湯切りする。スープを入れて、麺を入れて、トッピングして、ナルトも忘れずにね。ラーメンの出来上がりよ。そうそう、やってみて。麺を入れて湯切りして、難しいな。次はなんだっけ。スープを入れるわ。よいしょっと。次はこれよ、トッピングか。入れて完成。ナルトを忘れているわ。危ない危ない、これで完成。上出来よ。餃子を頼まれたらキッチンを使って焼いてちょうだい。わかった。つくもどうしたの？ちょっと風邪気味なだけよ。よし、頑張るぞ。もしもし？もしもし。ちょっと風邪ひいちゃったみたいだから、お願いしてもいいかしら。わかった、お大事にね。どうしよう。ちゃんと作れるか練習しない。いらっしゃい、何にしますか？塩ラーメンで。少々お待ちください。麺を入れてトッピングして。お待ち。ありがとう。ってなんだよこれ、麺は硬いし、スープはねえし、ナルトもねえじゃねえか。なんなのこれ、作り直してきて。はい、ただいま。麺を茹でて湯切りする。そうだ、麺を茹でるんだ。麺を茹でて、それそれ、上手にできたぞ。次はスープを入れて。スープか、 BB は塩ラーメン注文だったね。その次は麺を入れてトッピングしたら。そうだ、麺とトッピングか。麺を入れてトッピングして。ナルトが忘れずにね。危ない危ない、完成。はい、お待ちどうさま。ありがとう、いただきます。おいしい、食べ方トッピングがごちそうさまでした。いただきます。ありがとうございました。なんとかできたぞ。やっほー。いらっしゃいませ、醤油ラーメンとジャンボ餃子をちょうだい。少々お待ちください。湯切って、スープを入れて、麺とトッピングしたら。も用意して、オッケー、お待たせしました。餃子大きい、いただきます。あ、これまだ焼いてないじゃん。あ、忘れてた、すぐ焼いてくるね。オッケー、いただきます。まだ焼いてないよ。焼いた餃子おかわり。わかった。してよね。どうやって作るんだっけ。餃子を頼まれたらキッチンを使って焼いてちょうだい。キッチンはあった、これだ。つけて餃子を置く、それそれ。お皿に置いたら完成。はい、どうぞ。おいしそう、ちゃんと焼き目もあるね。いただきます。おしゃおしゃ、おいしい。ごちそうさまでした。また来るね。なんかお腹痛いんだよな。生で食べちゃうからだよ。ガッガッガ、今日も困らせてやるけ。いらっしゃいませ、ゴージャスなラーメンを頼むぜ。任せて、緑色の麺にしてくれ。早くしろ。少々お待ちください。どうしよう、麺は緑じゃないしな。そうだ、
紙とペンで緑で塗る。これでいいかな。握ってスープとペンとトッピングを入れて、はい、どうぞ。なんだこれは、ただのお絵かきじゃねえか。ふざけるな、こんなの食べられないぜ。それと肉もたくさん入れてくれ。でも早く作り直せ。少々お待ちください。どうやって作ればいいんだよ。さあさあ、お待たせ。すごい、元気になったから一緒に作りましょう。緑の麺でお肉たっぷりなラーメンを作りたいんだけど、どうすればいいの。粘土で作るのはどうかしら。やってみる。黄色の粘土と青の粘土をこねこね。これを伸ばすわよ。それこれで切っていきましょう。よいしょよいしょ、こんな感じかな。いい感じね。麺を茹でましょう。それその間にお肉を作りましょう。赤の粘土と白の粘土を混ぜてちょうだい。混ぜ混ぜ、こんな感じかな。超出来ね。ヘラを使って形を作りましょう。それ完成。麺もそろそろいいわね。それそれ、スープを入れて麺とトッピングとお肉、ナルトも忘れずにね。できた。とっても美味しそうね。お待たせしました、特製ラーメンです。どうせうまく作れてねえじゃんか。うまそうだな。ちゃんと緑のラーメンで肉もうまそうじゃねえか。いただきます。どう？うまい。やったー、よかったわね。くっそー、悔しいぜ。こうしてやる。じゃあな、カッカッカ。お店がぐちゃぐちゃだよ。お鍋に入れていきましょう。ポンポンポン。蓋をしたらお片付け完了よ。とっても簡単だね。お片付けも忘れずにね。今日遊んだおもちゃはゆきりべちゃっちゃアンパンマンラーメンセット。握りして本物みたいにラーメンを作っちゃおう。餃子がとっても大きい。ラーメン屋さんごっこで遊んじゃおう。みんなも遊んでみてね。サンサンだよ。やっほー、クーモリンだよ。お腹空いちゃったね。これで注文完了っと。くもりんまだ？はいはい、まだ迷ってるの。こんにちは、つくも店長よ。いつもありったけの情熱を注いで特製料理を作っているの。麺料理のポイントは素早く綺麗に盛り付けること。はいよ、早速注文ね。チャーハンと醤油ラーメン定食入ります。今度はお皿にラーメンを入れて特製醤油スープを入れたら、トッピングの注文はゆで卵とチャーシューと刻みネギね。このお客さん、なかなかいいチョイスよ。はいよ、ほうれん草とエビのパスタ入ります。実はパスタやそばも売ってるの。まずお皿にパスタを入れて、エビとほうれん草をきれいに添えるわよ。ミックスベジタブルをトッピングして、一丁上がり。次はよし、僕も注文ねんきた。あとは待つだけだね。はや、ごめんください、麺が伸びるので早く開けてください。はやい、出来たてホクホクで急いで持ってきたので早く食べてください。ありがとうございました。では、部屋に上がってくるの。もちろん、大切なお料理を最後まで見届けるのよ。料理がもっと美味しくなる方法教えに来たんだから。もっと美味しくなる方法、店長さんいてくれて賑やかだし、よかった。くもりいいの？まあ帰らなさそうだし、しょうがないか。じー、なんだか視線が来るような。お皿を並べて、あれ？床からマグマ？くもりん、お皿の並べ方は右が汁物、左がご飯って決まっているのよ。そうなんだ、知らなかった。右がお汁、左がご飯と。
あ、美味しく食べてね。あれ、マグマが収まったよ。もしかしてつくも店長を怒らせるとマグマが湧き起こってくるとか。なんだかいつものつくもと違うと思ったけど、怒らせないように気をつけようっと。よし、今度こそ。いただきます。の持ち方がなってないわ。ごめんなさい。どうやって持てばいいかわからないよ。大丈夫、正しい箸の持ち方を一緒に確認しましょう。親指と人差し指の間の谷に一本箸を挟んで、お姉さん指もそのお箸に当てればよ。今度は赤ちゃん指もお姉さん指を支えるの。もう一本のお箸を空いてる親指と人差し指と中指で持って、こっちのお箸は鉛筆みたいに持つんだね。あとは上のお箸だけ動かせば完成。正しくお箸持てたよ。その調子よ。よかった。マグマが収まった。ところで、何から食べようかな。ラーメンがいいかな。チャーハンかな。迷い橋をしたからよ。どれを食べるか迷って食べ物の上であちこち箸を動かすのはお行儀が悪いの。そうなの。よし、醤油ラーメン食べます。箸を移動させなければ迷ってもいいのよ。この料理すっごく美味しいね。うん、いつものよりもっと美味しいみたい。サンさんのもちょうだい。ちょっとクモリン、人のを取るからだよ。人のを取るのもダメだけど、寄せ橋もお行儀が悪い。寄せ橋？お皿を箸で動かすことを寄せ橋って言って、これもお行儀が悪いの。ごめんなさい。お皿は手で運ぶんだね。ところでくもりん、なんで横向いて食べてるの？だってさんさんとおしゃべりしたいんだもん。やめた方が。ご飯を食べこぼすのはやめなさい。はあ、ようやく食べ終わったけど、なんだか落ち着いて食べられなかったな。これからはマナーを守って気持ちよく食べればご飯がもっと美味しくなるわよ。もう一人でも正しい食べ方できるよ。それじゃあ、そば2人前とパスタ1人前とラーメン3人前です。そういえばたくさん頼んだの忘れてた。食べられない。二人とも食べれる分だけ頼みなさい。メルちゃん、お昼食べようね。メルちゃんのお食事ラーメン残さず食べれたらおやつプリンも食べましょう。あ、危ない。ちゃんとメルちゃんが食べれるように一緒に教えてあげましょう。レッツプレイ。いただきます。フォークで麺を食べてみましょう。メルちゃん頑張って。メルちゃん上手。ゆっくり食べましょう。上手に食べれたね。野菜も食べてみよう。スプーンも使ってみましょう。ちゃんと食べれるかな。しっかりすくえたわね。おいしい野菜だよ。好き嫌いはダメよ。叩いちゃダメだよ。ガッガッガー。俺様を呼んだか。ノイズ？騒がしいからなんだと思ったら、皿を叩いていたのはお前か。そんなお前にご褒美をくれてやるぜ。スペシャルトッピングだ。ああ、これじゃあもっと野菜を嫌いになっちゃう。食べる時に走ってな。トッピング追加。メルちゃん、食べる時に寝転んだな。うまい野菜が増えていくぞ。大変。食べれないなら俺様が食べてやろうか。ノイズに取られちゃうよ。メルちゃんしっかり落ち着いて食べれば大丈夫よ。ノイズに負けずに食べてみましょう。みんなもグッドボタンで応援してね。
メルちゃん食べれるかしら。メルちゃん大丈夫？お残しは許さねえぜ。どうしましょう。そうだ、ちょっと待っててね。どうしたのかしら。できたよ。野菜を細かくしてみたの。これなら食べれるかしら。メルちゃん頑張って。メルちゃん好き嫌いはダメだぞ。わー、小さくしたら食べれると思ったのに。そうだわ、ジュースミキサーでもっと細かくしましょう。野菜ジュースにすればいいんだ。ジュースにしても一緒だろ。メルちゃん待っててね。野菜を入れて混ぜ混ぜ。どうなるかしら。ジュースできたかな。なんだかすごい色ね。野菜ジュースできたよ。ドキドキ。あれ飲んでくれない。今の匂いがすごいわ。どうしよう。そうだわ、野菜と一緒にフルーツも混ぜましょう。甘いジュースになるかもね。美味しい野菜にフルーツも入れて混ぜ混ぜ。どんなジュースになるかな。メルちゃんも気になるみたい。できたかしら。うわー、美味しそう。なに、ね、どうせ飲めないだろ。やったー、メルちゃんおかわりだって。そんなバカな。すごい、あんなにいっぱいあったのに野菜がなくなったわ。野菜ジュースで元気が出たみたい。すごいわ。いっぱい食べるね。わーい、全部食べれたね。くそー、ラーメン食べられちまった。ねえ、あいつらに邪魔された。覚えてろよ。メルちゃん偉い。全部食べれたからご褒美のプリンよ。メルちゃん落ち着いて。プリンは逃げないわ。メルちゃんどうぞ。おいしそう。とってもおいしいみたい。よかったねメルちゃん。いなー、こまくるかな。サンサンとクモリンです。今日はこれアンパンマンラーメンデラックスセット。麺をグツグツしてトッピングをしたり、フライパンでチャーハンをくるりんぱん。レッツプレイ。おーママごと、おーママごと。パンにメロンパンを挟んで、メロバーガーセット。パンにクロワッサンを挟んで、クロッパンセットってパンばっかりじゃん。たまにはラーメンとか。チャーハンが食べたいよ。あら、二人とも気分はチャイだね。すごー。このおもちゃを使えばラーメン屋さんが開けちゃうわよ。わーすごい、一人前のラーメン屋さんになれるかな。僕たちを応援してくれる子はグッドボタンベタベタベタっと。できた。これをコンロにつければ。わー本物みたい。さあさあくもりん、グリルド、いらっしゃい。何にしようかな。ラーメン麺を茹でていくよ。コンロに火をつけてお湯を沸かしたら。さんさん、餃子って茹でるの？それともレンジでチン？チャーハンって何入れるんだっけ？確かこれとこれとこれ。えー、お待ち。何これ、ラーメンなのに麺が入ってない。こっちはただのお米じゃない。で、餃子は焼けてないし、これじゃ食べられないよ。どうしよう、このままだと一人前のラーメン屋さんになれないよ。二人とも道具をよく見てみて。これは湯切りっていうのよ。これに麺を入れてお湯でちゃっちゃとすれば、パン茹で上がり。餃子は焼くんだっけ。焦げないようにフライ返しを使うといいわよ。これでひっくり返せば出来上がり。チャーハンはハムや卵と一緒に。
回すように炒めるのがコツよ。くるりんぱ、トッピングを乗せてお皿に盛り付ければヘイオモチ。うわー、コシのある麺にたっぷり具が入ったチャーハン、餃子もパリッパリ。うわー、美味しかった。僕は本物が作りたい。それじゃあおもちゃを真似してアンパンマンチャーハンを作ってみよう。まずはハムとネギを切っていくわよ。ハムハム、サクサク、ネギネギザクザク。ちょっと待って、これじゃ大きすぎるわ。お米の大きさに合わせてみじん切りにするのよ。ハムハム、ネギネギ、みじんギリギリ。卵と一緒にボウルに入れたら、鶏ガラスープの素と塩コショウを少々。ぐるぐる混ぜ混ぜ、ぐるぐる混ぜ混ぜ。真ん中にあったかいご飯を入れたら電子レンジでチンするわよ。わあ、卵が固まってる。取っ手付きのボウルに移したら、くもりいっけー。くるりんくるりんくるりんぱくるりんぱ。アンパンマンの型に入れたら、あちょー。ハムと海苔でトッピングしましょう。ハムハム、海苔海苔、トッピング、アンパンマンチャーハンの出来上がり。上手にできたわね。これで僕たちも一人前だね。いただきます。そうだ。今日は見てくれているお友達のリクエストで、ゆきりでちゃっちゃアンパンマンラーメンセットで遊ぼう。はい、ラーメン大好き。レッツプレイ。ラーメン屋さん開きます。ラーメンいかがですか？醤油ラーメンくださいな。はい、かしこまりました。麺湯切りします。ちゃっちゃっちゃ。あー、いい匂い。麺をドバッと。トッピングも忘れずに、アンパンマンのナルトを乗せたら、わーい、醤油ラーメン。餃子も今日はおまけしちゃうよ。やったー、いただきます。あまままままま、おいしすぎる。もっと食べたい。そう言うと思って、今日はたくさん新しい味を考えたんだ。やったー、楽しみ。よし、張り切って作るぞ。みんなもグッドボタンで応援してね。麺ゆるぼう、オレンジ、オレンジ、オレンジ色の麺だ。わー、どんな味なんだろう。ちゃっちゃっちゃっと。くもり当ててみて。楽しみ。いただきます。もももももも、甘いよ。ヒントをあげるね。きゅうり、ナス、人参のどれかを麺に使ったんだ。わかった。このオレンジは人参だね。正解、人参ラーメンだよ。人参が甘くて美味しい。ごちそうさま、もっとちょうだい。ラーメンもう一丁。麺茹でます。緑、グリーン。すごいね、この麺。ちゃっちゃっちゃっと。このラーメンも僕の自信作だよ。レモン、みかん、ピーマンのどれかだよ。これはもしかして、この緑で苦い食べ物といえば、ピーマンだ。そう、ピーマンラーメン。すごいラーメンだね。ピーマンは体にいいからね。ごちそうさま。苦くないラーメンってある？じゃあ今度は甘いラーメンにしよう。麺、ゆるぼーす。紫、パープル。甘い食べ物ってなんだろう。チャチャチャのチャ。甘いラーメン楽しみ。どうぞ、これも自信作だよ。いただきます。甘くて美味しい。紫といえばナス。色は同じだけど違うよ。ミントはこのフルーツの中にあるよ。いちごとみかんとぶどう。あった、甘くて紫色のスイーツ、ぶどうラーメンだ。正解。燃える。サンサン大丈夫？シャッ
唐辛子。同じ赤だけど、どれが入ってるかわかるかな？やー、僕わかったよ。赤くて辛いのは唐辛子だ。正解、赤い唐辛子ラーメン。辛かった。ごめんごめん、くもりん。くもりんにはとっておきのラーメンを最後に残してあるんだ。本当に？任せなさい。麺、茹でます。黄色、イエロー。何のラーメンかな？くもりんならすぐにわかるよ。あ、もしかしてこの甘い香りは？ヒントはくもりんが大好きな食べ物だよ。ちゃっちゃっちゃっ。もしかしてバナナ？そう、バナナラーメン。はい、いただきます。お絵かき。